はい、どうもリントです。多分 YouTube に上がるのはちょっと先になると思うんですけど、先に Facebook に上げておきます。今日ね、ちょっと生放送していて、突然のゲリラライブでねやってたんですけれども、うちのページの改築をしました。で、改築した結果がこんな感じ。なんで改築したかっていうのをご説明だけしておくと、前のコケリウム、まあ、YouTube の方でね見れるとは思うんですけれども、もともとねこれぐらいの水位の水槽だったんです。底面がで、なんていうんですかね、ろ過装置がこの中に今入ってるんですけど、ろ過装置と同じぐらいしか深さがなかったんですよね。で、まあ、それでも、滝を作って、環境自体は良かったんですけど、やっぱりこう、ワインセラーでやってると、どうしても、水が蒸発してなくなってしまうことが多かったんですよね。で、滝が止まってしまっていて、で、水もね、下のこの、ここにね、トレーがあって、ここに水が溜まるんですけれども、ここにちょっと水が溜まりやすくなっていたので、ちょっと改築したいなっていうのをずっと考えてたんですよ。で、なんかこう深めのところの水槽を作って、でプラス陸地も作ってみたいな感じの状況にしたいなと思って、でプラスどうしても滝は中に入れたかったので、ろ過装置を使って滝として水を循環させるようにっていう形で、編み出したのが今回のこれです。で、特にね、寸法とか測らずに、だいたいこれぐらいで入るだろうっていう想定で物買ってきて、そしたら、だいたい入りましたが、まあ、ここの部分はね、隙間が出てしまったので、ちょっと、壁に貼るシートを、プニプニのシートをね、ちょっと切って挟んでますけれども、はい、だいたいいい感じになりました。で、構築の状況としてはどうなってるかっていうと、ここに実は、滝の流れるところがチューブが出てます。で、チューブの周りなんかカプセルがついてるんですけれども、あのカプセルはなんていうんですかね、水滴がなんていうんですかね、チューブ刺してるんですけれども、これね、チューブを刺してるんです実は。ろ過装置とかで使うようなチューブ。ちょっと外せるかな。あ、外せる。はいはいはい。こんな感じ。で、チューブをハンダコテで穴開けて、プラスチックに、でその穴のところにチューブを挿して、でそこからこう水がね流れるような仕組みを作ったんですけれども、なんていうんですかね、水のそのチューブの周りの部分がもしね、穴が開いていたりとか、接着剤でつけたんですけれども、ちょっとこう接着の状況が悪かったりすると、ちょっと水が垂れちゃうなと、ここに。ここからたらーって垂れちゃうなと思ったので、なんかそれを受け皿にできるものあったらいいかなと思って、カプセルで受け皿にして、そのカプセルから出るような形でチューブが入ってます。ただね、なんかやってみたけどそんなに必要なかったかも。施工の状態が良かったのか、あんまり水漏れしてないので、あのカプセルはなくても良かったかもっていうのが、こうやってみてからの見解でございます。で、うちにあった、流木にね、水をこうやって、よいしょ。そのチューブをね、引っ掛けることによって、流木からね、水が垂れている形で滝を作っております。いい感じじゃない？あそこからね。で、こう、前々から見るとね、そのチューブが見えないんで、いい感じかなというところです。で、こっちにも、実は、これ、ここにチューブと、実はここにもこれね、これも実はチューブなんですよ。ここもね、カプセルつけたんですけれども、でこれはこっちのチューブで、こっちにね苔が置いてあるので、この苔にね水がかかるようになっております。はい、苔ね、この苔に水がかかるようになっていて、ここはね陸地って形になってます。今ちょっとなんでか上のね奥のところにいますけど、あそこね、あれカルちゃんがいるんですけれども、沖縄シリケンイモリのカルね、いるんですけれども、ちょっとおいで。はい、ありがとう。カルちゃんです。でカルちゃんがいるんだけど、カルちゃんがまあ結構陸地にいることが好きなので、陸を
作った形ですね。はい。で、もともとまあコケリウムっていう形でコケも育てたかったので、ちょっと目立ちにくくはなっちゃったんですけど、いろいろやりすぎて、なんかコケあんまり目立たないから、これいらないかな、これとこれなしでもいいんじゃない。ああ、これない方がコケ見えていい感じなんじゃない。うん、そう、コケリウムもね、こんな感じ。これもいらないんじゃない。うん、コケもちょっと見えた方がいいよね。はい、こんな感じにしとこう。で、まあコケもね育てたかったので、で、あそこの奥にもね植物は1個あるんですけど、他はあの人工的な観葉植物が刺さってる状態ですね。はい。で、コケがあって、で、コケにね水がこう上からねかかって、で、この下にコケリウムのコケのところから水が垂れて下に来るようになってます。で、ここね、あのさっきさ、カプセルつけるって言ってたんだけど、あのカプセルつけて垂れないようにって言ってたんだけど、こっちカプセルもつけてなくて全然垂れてないのね。ほら、周りから水が漏れたりっていうのがなくて、ちゃんとチューブからずっと水が出てるのね。っていうのを見た時に、あのカプセルいらねえじゃんって思ったのが、あの実際の、 あの私の気持ちでございますが、あのもうつけた後なんで、あれ外すのはもうできません。あの接着剤でつけちゃったんで、うん、あれはまあしゃあない、だから隠しましたっていう感じですね。で、下は人工芝がこうやって引いてあって、で、このここにろ過装置、はい、この黒いのがろ過装置ですね。このろ過層から水がガーッと上上がっていって、その上がるところ隠れてるんですが、あそこにチューブちょろっと見えますよね。あのチューブの奥にあるあの竹、あれ竹なんですけど、なんていうんだろう、肌色みたいなやつ、あれ竹なんですけど、あの竹の上から水が流れてる感じです。見にくいね。はい、あえて隠した状態にはなってるんですけど、あの竹のところから水が出て、で、後ろのね水槽に水が入るっていう形になっています。で、こちらの水槽の方は100均に売ってる白玉石を下に引いて、ちょっとね、あのなんだろう、底面を上げてる状態になります。まあ水槽自体の視認性を上げたいなっていうのと、あとうちの子たちがどこにいるかなっていうのを確認するときに、白いやつの方がいいかなと思って白にしました。まああそこ流木入れちゃってるから、ちょっと確認しにくいっちゃしにくいし、今白玉の石入れたからちょっと濁ってるんだけど、濁ってるから結局えっていう感じではあるかもしれないんですけど、あの一応そんな感じです。で、陸地をね、あの中に入れるのはちょっと難しかったので、上に上がれるスロープみたいな役割として、あの人工観葉植物をいくつか入れてます。で、あの人工観葉植物はあの水槽の中にこうズボッて入っていて、あのズボッと入っている先端がちょうど流木の頭のところに乗っかるみたいな感じになってるんで、外出たかったらそこから出れるよと。まあ、 あのなくても出れるとは思うんだけど、全然壁をねプラスチックとかを伝っていくことができる子たちなので、あの全然上上がれるかなとは思うんですけども、一応あった方がいいかなというのと、あのちょっとああいう風に観葉植物ある方がおしゃれかなっていうところで、観葉植物後ろの方ね、シダ植物みたいなやつを入れてます。はい、今あのそれこそシダ植物と、あのちゃんとしたね、あの観葉植物ですねの、なんかここ埃みたいのついてるでしょ、あそこのね本当の植物と、あの人工植物の上のところにカルちゃんが乗っかってますね。わかるかな、あれカルちゃんなんです。はい、というところです。で、まあ後ろの水槽からはこっちにまた出てきてっていう形で、水がね上上がってここと上上がってな、どう取ったらいいんだろう、こう上上がって出てきて、でこことここから出てきて、でこっちにこっちは流れて、このままこっちにみたいな感じですね。で、今黒くんがエゾサンショウの黒くんはあのそこ泳いでますね。あのろ過層の近くにいます。なんか嫌だったんだねはい、で、あのこっちはいい感じに滝にできたんですけど、こっちはいい感じに滝にできなかったんで、橋で隠すことにしました。この橋も置いておきたかったんで、
こんな感じで端で隠すことにしました。で端の周りにね今シダ植物置いてたけど苔が確認しにくかったから取りましたけど、これで苔確認しやすくなったね。こっちは観葉植物多くてもいいんだろうけどね、こっちは観葉植物多めでいいと思うんだけど、こっち観葉植物入れちゃうとせっかくの苔がね見にくくなるので、これでいいんじゃないでしょうか。で一応ねこの水槽なんですけど、水をちゃんと抜けばこの水槽もこの奥のプラスチックもこの苔が入ってるプラスチックも全部外すことができます。でこのプラスチックの間にはこれですね、床のマットで使ってるこれをかませて隙間をなくしてるので、この子たちがね入れる隙間っていうのはなくなっております。だから何て言うの、プラスチックとプラスチックの間に挟まっちゃうっていうのは起きないように、作っております。はい、そんな感じですね。それこそまあここのところが一番まず分かりやすいところで、ここにねこれ入ってるんですよ、これ、この黒いやつ、この黒いやつはその今の床のマットを、細かく切って貼っつけている状態になります。はい、でここにね水槽があってもう循環してっていう感じのコケリウムってほど苔は多くないんだけれども、イモリとねうちのサンショウちゃんのねお家でございます。そこそ沖縄式イモリとねエゾサンショウ1匹ずつのお家になります。うん、すごい豪華になりましたね。お、あの奥に今登ってますね。でもうこれは丸ごと揚げているあのワインセラーになるので、あとはガタンと閉めてあげればいい感じです。でワインセラーのねこの横の隙間からも脱走はしないので大丈夫な感じですね。うん、このワインセラーで生活させていくのがもう完璧になってきたんじゃないでしょうか。しかもこうやって見るとすごい綺麗だね、なんかねいい感じ。まだちょっとね白く濁ってるところはあるんですけれども、この濁りは多分ろ過装置回していけばなくなっていくので、多分白玉土、白玉石か100均で売ってるやつを軽く洗ってジャってあそこに入れちゃっただけなんで少し濁ってたんですよね。もうちょっと洗ってから入れたらよかったかもしれない。はい、っていうところでございます。うん、かなりいい感じのイモリとサンショウウオのお家ができたと思います。ちょっとこの調子でね水の水位の減り方とかもねちょっと確認しながら、多分これだったら水位がね減るっていうことはほとんどなくなると思うので、ちょっとこの調子でねこのお部屋を動かしていきたいなと思っております。はい、ということでね先日ライブ中にやっていた、先日ってまあこの動画が YouTube で上がってる時は先日、Facebook で見てる方はもうほんとさっきやってたやつの完成形でございました。ということでね完成しましたよというご報告でございます。はい、YouTube でねこちらご覧の皆様は、よろしければチャンネル登録、あとは、高評価、そしてコメントとかねいただけますと嬉しく思います。はい、で過去にもねたくさん動画上げてますので、よかったらそちらも見てみてください。ということで本日は以上でした。以上リントでございます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。